あずささんが今作ってくれた、料理ですね。なんかかぼちゃのフォッカチャ。あ、いえ、どうやったらいいのだろう。かぼちゃのケーキにしようと思ったんだけどね、ちょっと水分が多すぎてケーキみたいにならなかったんだけどね、ちょっと柔らかすぎるけど、うん、ココナッツ粉で作ったっていうね。そう、ココナッツ粉と米粉と豆乳とかぼちゃ、うん、あとココナッツオイル入ってる、はいはい、でね、ちょっと食感がこれじゃあさつまんないと思ったから、うん、これかぼちゃの種入れてる。あ、本当だ、うん、出てるか。ちょっとナッツの感触があったと思うのね。うん、でこれに付け合わせで、うん、これね、これすごいうまいね。ソイスプレッド、うん、ま、なんだ、チーズみたいな感じですね。いやー、クリームチーズだよね。カイさんが今これやってるけど、あのこれ小豆を煮たんだけれどね、うん、甘小豆にしたので、ココナッツシュガーで甘くしたんだけど、うん、それとね、このかぼちゃ、うん、よかったらありがとう。これ合わせ で, これで この3つ混ぜるとめちゃくちゃうまいです、うんうん、やばいですね。なんてカイさん今言ってたよね、あのよくパンの上に油、オグラトーストね、美味しいよね。そう、オグラトースト、その上になんかバターとかクリームチーズ乗せて、うん、そういう感じになるのね。でもそれ普通に食ったら結構体ね壊すっていうか、ね、壊すレベルだよ ね、うん、でもそれと同じような、それと同じうまさで、うん、体壊さないっていう、うん、めちゃくちゃヘルシーで、うん、なんかね、好評でよかった、うん、これちょっと思わず撮影してしまいましたね、うん、あ、ちなみにこれね、うん、この量でお値段800円ぐらい高いですねまあ、しょうがないか、うん、まあ、卵使ってないし、うん、豆乳と、ね、オイルだけでしょ。あ、いろいろなオイル混ざってるけどね。トランス脂肪酸ゼロ、うん、なんか ビーガンも使えるって言ってましたね、うんうん、すごいね。これ料理名はあるんですか、これちなみに。なんて言ったらいいのだろう。ちょっと合わせた状態の料理名なんだろうね特にない、特にない。なんか作ろうか、うん、かぼちゃと小豆のクリームチーズみたいな、そのままだなビーガンでも食える、うん、かぼちゃと小豆のクリームチーズケーキ、いいね、でしとこう、うんうんうん、OK。